徳次郎町、徳次郎町は、栃木県宇都宮市の地名。宇都宮市都宮地区の中心部にあたる。郵便番号は321-2116。旧河内郡富宮村を、町名の読みは、宇都宮市編入以来、徳次郎町であったが、2021年3月1日より、と、鯨町に変更された。徳次郎は、栃木県宇都宮市の北西部。 笹井富や連邦の南西六を流れる田川の西岸一帯、半倉山登録部の地名である。明治初期までの徳次郎六が里の地域で、平安時代以後戦国時代までは、旧日光街道沿道の西根、田中、門前が、また、江戸時代には日光街道の宿場町、徳次郎塾が栄えた。その後大網村、上横倉村、下横倉村、上加内村、 下金井村と合併し、河内軍と宮村大技徳次郎となるが、太平洋戦争終結後は、宇都宮市に統合されている。東端を南流する田川の中石平信と宝木、第一東端部からなる。奈良時代に、日光の旧次郎一族によって、日光二ら山の神社を移したとされる、佐氏が都神社や、戦国時代に、宇都宮市家臣の新田市によって築城、 付近の男抱え山一帯は、徳次郎医師の採石場であったと言われ、当時は、大谷医師と並びこの地の特産品であったが、埋蔵量が少なく現在は、廃れている。奈良時代に、日光の旧治領主の領地となり、平安時代末期に、宇都宮氏が没工すると、その支配下に入るが、たびたび、旧治領主との勢力構想の舞台となり、戦国時代には、 宇都宮国綱家臣の新田徳次郎により、徳次郎城が築かれる。安土桃山時代に、宇都宮市が改役されると没落するも、江戸時代には、日光街道が整備され、その宿場町として、大いに栄えたが、徳次郎塾は、江戸末期に天領化されて、儲か大干所の管轄となる。この時代に、二宮尊徳や吉良八郎の手により、西原の治水事業が進められ、 田川に石が設けられ、宝木大地に隠水された。鯨町も参照演技式や和名類受賞は、河内郡の合名党としてその名はなく、書室が宇都宮市時代であることから、平安時代後期以降、江戸時代までに一般化した地名と考えられている。徳次郎の地名の由来には諸説あるが、もともと当地は奈良時代から続くとされる。 日光の旧字領師の外領ということで、外旧字領とされ、宇都宮市家臣の新田徳次郎がこの地に、徳次郎城を築いたことから徳次郎と書くようになったとされる。日光市には、現在も鯨町が存在する。花は静雄は、上記の説をもっともらしい説であるが不快であるとし、徳次、または、えぐるの五感ら、すなわち川沿いの中石地が氾濫し、侵食。 崩壊した地形を指すと解釈した。徳次郎に変更された。徳次郎インターチェンジ1954年に、徳次郎を含む、富谷村が、宇都宮市に編入された際、経緯不明ながら、読みは、徳次郎と定められた。しかし一般においてはその後も、と、鯨徳次郎が混用されている。例として、関東自動車のバス停留所名は、と、鯨と読む一方、 日光宇都宮道路、徳次郎インターチェンジの読みは教養開始当初、と、クジラで2008年より徳次郎に改められている。町内には、外クジラという名字が存在する。日本語学者の佐藤隆博は、老の字はかつて、ラウ、英雄と発音され、江戸時代初期に老、王に変化したことに注目し、次のような見解を提示した。江戸時代初期、従前、 au とウと分けて発音していたものが、どちらも O、へ、えっと変化し、混乱が発生した。そこで一部の地方では、従前 au だったものを A、えっと発音することで、呃から O に変化したものと区別しようとした。特に地名のような固有名詞は、発音が固定することも考えられ、徳次郎に変化せず、とクジラが維持されたのではないかという。 2020年5月、地元自治会が地名を、と、クジラにするよう要望を提出し、市は住居表示審議会を設置した。審議会は、同年7月30日に開かれた会合で、変更の方針を話し合ったところ、市長へ答申することを全会一致で決定した。その後、同年十二月の宇都宮市議会定例会にて、町名変更議案が提出され、十二月十三日に、 か決。翌十二月二十四日付の告示によって、二千二十一年三月一日より、徳次郎町の読みを正式に、と、鯨町に変更することとなった。宇都宮市の北西部に位置する。北のご一部で、笹井町、北東は大網町、東は上横倉町、南東は上金井町、下金井町、南は宝木本町、南西は新里町町、 西は、新里長平、北西は、石灘町と接する。宇都宮市役所による、地域区分では、駒西は富谷地区に含まれる。地区連合自治会区域も、基本的には富谷地区に属するが、足地自治会に加入する世帯のみ国本地区に属する。集落は、日光街道沿いの上徳次郎、中徳次郎、下徳次郎、その西側の門前、田中、西根。 徳次郎町南部に開発された山農団地に分かれる。田中はさらに上田中と下田中に分かれる。2020年の地下工事によると、徳次郎町の住宅地の工事地下は、自体工院塚70番6の地点で2万1200円、平方メートルである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。富谷小学校と紅葉中学校はどちらも、 徳次郎町にある。2020年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は1241人で産業別では多い順に製造業、卸売業、小売業、医療、福祉、分類不能の産業、農林業となっている。2014年の経済センサスによると 徳次郎町の全事業所数は127事業所、従業者数は1373人である。具体的には、多い順に、卸売業、小売業が33、飲食サービス業が16、医療、福祉が15、生活関連サービス業が13、建設業と製造業が各10事業所などとなっている。全127事業所のうち68事業所が、 従業員4人以下の小規模事業所である。2015年の農林業センサスによると、徳次郎町の農林業経営体数は64、経営体、農家数は81個である。耕地面積は、田が160ヘクタール、畑が20ヘクタール、樹園地が8ヘクタールである。販売金額第1位が稲作である農業、経営体が33経営体と最も多く、第1位が、 路地野菜である経営体が3経営体で、これに続く。西根集落をもや、蔵、兵などに、徳次郎石が使われている。宇都宮市から県北にかけては、緑色業界岩が広範囲に分布し、中でも宇都宮市西部で生産される、大谷石は、宇都宮市内の建築物に数多く用いられている。徳次郎町でも緑色業界岩を産出し、これを、徳次郎石と呼ぶ。 なお、講義には、徳次郎石も、大屋石に含まれる。徳次郎石は、大谷石のような味噌がほとんどなく、やや青みがかかっているのが特徴である。また、近質で細工がし、徳次郎石の採掘は、西根集落の西にある、男抱え山にて、教法の頃に始まったという説があり、昭和50年代に終了した。採掘現場に近い20個ほどの小さな集落である西根は、 集落内の建築物、全99棟のうち63%が石像建築物である。素材の石は、徳次郎石と大谷石で、徳次郎石は大正以前、大谷石は昭和以降のものが多い。一般に石像建築物といえば、蔵が多いが、西根集落では、蔵は、もちろん、名や、母や平、祠に至るまで、 徳次郎石、大屋石が使われていること、石の瓦を乗せた建築物が見られること、針石積み石など広報の違いがあることという特色があり、独特の景観を作り出している。石瓦は1枚で3 0ラムあり、屋根全体では何トンもの荷重がかかることから、石瓦を乗せた建築物は堅牢な構造をしており、裕福でなければ建てることができなかった。また採掘しやすい。 徳次郎医師の性質を生かし、2階の窓に装う。西根集落に石像建築物が多いのは、単に徳次郎医師の産地であったからだけでなく、明治初期に大規模な火災があったことや、経済力があったことも影響している。徳次郎には6代にわたって守るカチやヒロカツ、シゲカツ、ムネカツなどを名乗る刀火事が住んでいた。 徳次郎は多量の砂鉄と良質の粘土、水が入手できることから刀火事に適しており、南北朝時代から戦国時代まで刀を生産してきた。守る価値は相模国の投稿に学んだことから、作風は総集伝であり、徳次郎正宗と称えられた。守る正らの鍛冶場は半倉山、また1980年には鍛冶場跡の近くにあった。 守る政神社を統計外交からが修復した。徳次郎の刀作りは途絶えたが、守る勝ちの名が入った刀や脇差しのうち、9点、胸勝名のもの3点、茂勝名と勝広名のもの、各1点の計14点が、栃木県指定文化財として保護されている。栃木県立博物館では、守る政、勝広の未指定の作品を保有する。 宇都宮市と宮地区市民センター名を明は、徳次郎の伝法寺を開いた仏像。雲岩寺の高峰県美を主とした。伝法寺から西へ沢伝いに登ると墓がある。名を明らは、市内竹下町の道景寺も開いたことから、そこにも墓がある。亀井六郎は、源義経の従者で、義経が欧州へ落ち延びる際にも突き従ったとされる。 徳次郎の旧日光街道沿いには、亀井六郎の墓と伝えられる五輪塔があり、動かすとたたりが起きると伝承されている。2020年現在、徳次郎町を通る鉄道はなく、最寄り駅は JR 宇都宮駅となる。1903年から1932年までは、野州人社鉄道を宇都宮軌道運輸、宇都宮石材軌道東部鉄道を焼き道線と、 名称を変えながら軌道が運行され、終点、徳次郎駅が存在した。なお、計画段階の JR 日光線は、宇都宮徳次郎大沢いまいちという経路が、発案として提起されていた。2020年4月現在、関東自動車が運行する以下の系統が乗り入れている。徳次郎交差点で、国道119号、国道293号の2つの国道が交差する。 ありがとうございます。